とぎゅーっとまりでーす。はい、タイトルとサムネにある通りちょっと浮気をしてしまいました。大変申し訳ありませんでした。浮気したご相手がですね、はい、こちらになります。ツーバちゃんでございます。イエーイツーバちゃんが今リパケをしたということで、今回は開封動画になります。浮気はしてございません。浮気、いや浮気はしてるのか、いや浮気、いや浮気、浮気じゃない、推しは推しだよ。はい、ですね、今回ファイトオアエスケープのアルバムになるんですけど、こちらを開封していこうと思います。それではレッツラゴー。中身がね、私詳細あまり見てなくって、とりあえず購入したので、ビジを楽しみにしながら、ちょっと誰が当たるのかなってワクワクしながらちょっと開けていこうと思います。ユニバでちょっと買ったので特典カードがついてきたので、まずこっちから見ていこうと思います。ギョンボム運がなくて、かなりないんですよ私。推し運なくて、毎回スビンが強くて、どっちかにいる気がする。はい、じゃあちょっと出します。じゃあ開きます。せーの、これ誰？なんか今ロン毛めちゃくちゃかっこいいと思って、嬉しい、ありがとうございます。こっちテヒョンかな、ヒュカかな、うーん、なんだろうな。じゃあいきます、せーの、あ、ヒュカだ。ヒュカ、なんか金髪のヒュカめっちゃ好きなんですよ。美女いい、ありがとうございます。私4本のペンなんですよ、一応皆さん多分知ってると思うんですけど、なんかこの間までは4巡4だったんですけど、あ、そう、なんか寄りがあるんですよ時々、そのこの時期はこの人寄りとかあるんですけど、自分は今ボム牛寄りなんですね最近。ボム牛嬉しい、イエーイ。じゃあ早速本体に入ろうと思います。はい、これがファイトになります。はい、これがエスケープになります。開けます。え、これさ、どっちか出るんだろう。大事に。じゃあちょっと早速こっちから、うわー、すげー、 CD だ。 OKOK、 そういう感じのタイプね。いきます、せーの、あ、テヨンだ。私必ずテヒョンかスビンは来るんですよね。テヒョン様、ビジュ良きです、ありがとうございます。あ、じゃあこれが、すげー、かわいい、ビジュ良さげすぎる。え、今回のコンセプトめちゃくちゃ好きで、え、かわいい、めっちゃみんなギャル。こちらが、え、これは何だろう、せーの、あ、これは普通のあれね、シールね、シールです。強盗犯みたいなね、強盗犯。はい、あ、これもシールでした。これあれだよね、多分関係してるよねこれ。じゃあいきます、せーの、あ、全然そうでもなかった、そういう感じじゃなかった、ちょっと詳細、あ、これはこれもポスター、あ、これもポスター系ね。すっげー、ビジュすぎて感動、いいね。次は、あ、これは誰だろう、待って、なんかこの形見たことある、これさ、ヒュカじゃね、あれ、え、待って、え、いきます、せーの、ヒュカだー、やっぱり。ヒュカだった。かわいい、ヒュカいいね、やっぱ金髪好きだうち、ヒュカの。じゃあトレカに入ろうと思いまーす。あ、待って、ごめん、見ちゃった。ヨンジュンくんだった。ありがとうございます、ヨンジュン美人すぎる、手の震えが止まらない。 OK、 じゃあ3枚のトレカちょっと頑張ろうと思います。ボミギュとヨンジュンお願いします。いきます、せーの、誰、これスビンじゃね、やっぱスビンくんだった。やっぱスビンくんだったら、あ、だった、バカかわいい、かわいいね、スビン、またやっぱスビン運強いんだわ、かわいい、かわいい。次いきます、せーの、
誰？えねえ、え待って、これあれじゃね、これ2枚入ってんだけど、これ1枚だよね多分。これ2枚じゃないよね、これ多分1枚間違えて入れちゃったのかな。2枚入ってましたね。マジツビン運強すぎてさ、ちょっと戸惑うんだけど。誰か交換求めてます。ヨンジュンボム牛お願いしますじゃあちょっと行きます。せーの、これは誰？テヒョンだった。やっぱさ、テヒョンとさ、テヒョン、うちさこの3人強いの、やっぱりさ押し当たんないんだよね。こちらも交換求めております。はいはい。あーボム牛美人を下げすぎる。へーかっこいい。皆さんもぜひ購入してみてください。はい、じゃあファイトの方を開けます。 OK、 いきます。せーの、嬉しい。待って、やっぱさすが、ちょっと美人うさぎじゃない、この目好き。よかったです、ありがとうございます。スケボーのヨンジュンめちゃくちゃ好きでツイッターに載せてたじゃないですか。あれめっちゃ、うわかっけー。待って、折れてる、やだ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 よー、やだやだ、ちゃんと綺麗に入れてお願い。はい、いいね美人うさぎ。せーの、ね、やっぱりまたスビンだね。えなんか本当にスビン運強いの、どうしてくれる、なんか本当にやばい。待って待って、見えてる見えてる、ね、髪見えた、ね、ちゃんと入れてよ、これは嬉しい。ちょっと先に失礼いたします。ボミギュです。はあ、嬉しいです、かわいい。ボミギュだった、ありがとうございます。じゃあこっちの方、せーの、やっぱスビンだねえ、多分マリ本当にスビンに好かれてるんだよ、かなり好かれてる、スビンに。可愛いけどさ、スビンペンになったのかこちら交換求めてます、お願いします。でもボムギュ来てくれて嬉しかったです。スビン君も可愛い、美人お酒だね。みんな聞いてください、私のお仕事関係の人ですっごいテヒョンに似てる方がいるんですよ。そっくり、目元がすっごいそっくりで、その初めましての時にえって思ったんですよ。えって思って3度見くらいしちゃって、えテヒョンいる、なんでみたいな感じだったんですよ。ずっとボムギュとヨンジュンワンチャンいるみたいな感じで思ったら、あのただ似てた人でしたはい、これで私の開封動画は終わりになります。やっぱり皆さん思ってた通りに、やっぱりスビン運が強かったということで、本当にこあの交換を求めているので、マニアカの方で DM ください、します。この動画がいいと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 TikTok、インスタ、Twitter もやってますので概要欄に載せておきます。それではみんな、グッバイモンモン。